域内のハンカー川渓谷クロンダイクはカナダのユーコン順州に広がる地域の名称。西側をアメリカ合衆国アラスカ州と国境で接する。クロンダイク側という小さな川が流れており、東の道村てからユーコン順州に流れ込んでいる。この地域は1897年に始まり1899年に終わったクロンダイクゴールドラッシュで知られる。 金の採掘は1960年代後半から70年代初頭にかけて一旦中断されたが現在でも行われている。クロンダイクという地名は先住民藩族の言葉でハンマーストーンの水を意味する TR アンディクという語に由来する。初期の金採掘者にとってファーストネーションの言語が難しかったため不正確な発音の結果として クロンダイクという名前が生まれた。トロンデッククロンダイクとしてユネスコの世界遺産暫定リストに登録されており、2022年に審査が予定されている。クロンダイクの気候は非常に厳しい。夏は短いが大変に高温多湿であり、長い冬は極端に寒い。一年のうち7ヶ月の間は玄関が続く。恐ろしい吹雪が9月に始まり、 断続的に5月まで続く。10月20日までには、すべての川が凍結する。半年以上の間、地表は1メートルから3メートルの積雪に覆われる。ありがとうございます。